ゴーゴー。山さん、頑張れ。ファイト。はい。皆さんおはようございます。さあ本日はですね、大阪マラソン当日ですね。今ね、天気がめちゃくちゃいいです。気温今ね、3度ぐらいで、雨がめちゃくちゃ降ってますですね。いやなかなかないコンディションですけどね、まあまあ本当に、ね、天候だけはコントロールできないでしょうがないですね。まあとにかく僕寒いの苦手なんでね、本当に、ね、勘弁してほしいんですけれども、走り出す頃には少し雨はねマシになってくれると信じて、走り出せばどうにかなるかなっていう感じです。で今日なんですけれども、自分のタイムを狙うんであって、2時間50分切りのアシストをする予定です。チームメンバーはね、前田君のサポートをする形ですね。まあでも僕にとってもね、2時間50分で全く余裕があるペースではないので、最後まで引っ張れるかは本当にわからないんですけれども、まあある意味自分が走るよりは本当に緊張しますし、やっぱりチームのね仲間をアシストしていきたいので、足がちぎりまで頑張っていきたいなと思います。とにかくこの雨とね寒さどうにかなってほしいですけども、頑張っていきます。では今から大阪城に移動していきます。今乗り換え中なんですけど、やばい、めっちゃ寒い。今奥さんと一緒にいるんですけどね、あの奥さん今日応援に来てくれるんですけれども、これ応援の人の方が大変じゃないかなと思いますね。応援の方だけ本当に無理しないでほしい。これは僕史上一番タフなレースになるかもしれませんね。はい、今ね大阪城公園でですね、チームのエールが終わったところです。とにかく寒い。雨はね意外と大丈夫そうなんですけども、やっぱりこの寒さですね、気温が本当に上がらないので、その寒さとどう戦えるかというところですかね。とにかく今日はですね、サブ映画の皆さんをしっかりサポートできるように頑張っていきたいと思います。あのイナックランナーの吉野さんです。はい、どうも。まさに昨年の中山さん状態なんで今年はゲーム、あの今出しましたか。いやいや、どうでもいい。今日はどれぐらいで35分切りを。いやすごい。この雨でいける。この雨はあの恵みの雨ですね。神になると思う、たくさんの違うので、ぜひとも、ね、視聴者の皆さんチェックをお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日頑張りましょう。頑張りましょう。今着替え終わりました。さて今からね手荷物預けていきたいと思います。その前にめっちゃトイレ行きたい。寒い。はい、そして今日の相棒前助です。はい、噂の前田です。はい、昨日ねライブで言ったらもう逃げられないって焦ってますから。今頑張ります。2時間50分頑張りましょう。頑張ります。2時間50分ね、サポートしていきたいと思います。ライブでもね言ったので、もしかしたら、ね、後ろにたくさん人がつくと、つくかもしれませんので、僕もできる限りしっかりとね最大限サポートをして最後まで道行きたいと思います。次はもうレースになると思うので行ってまいります。厚し高山厚し、えい、えい、頑張って。高山くん、高山くん、どうぞ。うのりおれファイト、いってらっしゃい。みんなついていって。ゴーゴー。みんなついていて。ファイト。高山さん、頑張れ。ファイト。はい。ラスト。ファイト。立てますよ。いい感じ。ファイト。
はい、今ゴールして着替え終わって帰宅途中でございます。いや、めちゃくちゃ寒かった。本当にね、ゴールし終わったら普通はね、だいぶ余韻に浸れるんですけれども、今回余韻に浸る暇なく本当に寒くてですね、ゴールした瞬間からもう凍えるような、そんなコンディションでした。何回もフルマラソン走ってますけども、ぐらいのコンディションでしたね。で、今日の気温がですね、多分2時間48分50秒ぐらい、これネットタイムですね、ぐらいですね。まあなんとかサブウェイ側達成できました。はい、ありがとうございます。で、今回前田くんですね、前助くんはですね、なんと2時間50分11秒という微妙に足らずというね、まあ残念だったんですけれどもね、まあ何名か後ろについてきてくれて、まあ何名かは達成できたかなと思いますので、役目はしっかり果たせたんじゃないかなと思っています。本当にとにかく寒くて、もうスタート前とゴールを寒くて、それがすごく印象的ではあるんですけども、やっぱりね、地元大阪だったのでめちゃくちゃたくさんの方に応援いただきました。もう改めて本当にありがとうございます。寒かったんですけれども、すごく応援が力になりましたし、自分の記録出すレースよりもかなり集中したんですね。やっぱりペースメイク間違えてしまうと、やっぱり、ね、みんなしんどくなってしまうので、時計と体の感覚とね、相談しながら走ってたので、今回ね、声かけとか応援にね、なかなか答えられなかったんですけども、本当に塩対応だったと思います。本当にすいません。でも全部応援とか聞こえてましたし、すごく嬉しかったです。改めてお礼申し上げて本当にありがとうございました。ちょっとでも本当に体が冷えてね、まだ体がカチコチでずっと震えてるんですよね。ゴールし終わった仲間みんなずっと震えてたので、終わってみればこんなマラソンは経験できないので、いい経験になったんじゃないかなと思います。また僕の知識と経験が増えていいことかなと思ってます。重ね重ねですけど、沿道の応援やランナー台からの応援本当にありがとうございました。後で見返して本当に嬉しい気持ちになりましたし、沿道からの応援もすごく力になりました。おかげさまでね、シーズン最後の目標であるサブ映画で引っ張るっていうのをね、無事達成できましたので、まあ、今シーズンこれにてカンという形ですね。では今からですね、ちょっとお風呂に入って、打ち上げに行きたいと思います。皆さん本当にありがとうございました。はい、本日は2月27日大阪マラソンの2日後でございます。体の疲労はあんまりなくて、もう今日にも走り出せそうな感じですね。そこにはちょっとびっくりしています。終わった後の疲労すごかったんですけどね。改めて結果なんですけども、ネットタイムで2時間48分50秒ぐらいかな、そしてグロスタイムで2時間49分、これも50秒ぐらい、1分ぐらい下がったので、無事サブ映画のペーサー完遂といったところですね。サブ映画に必要なのは平均ラップタイムが4分1秒。だいたい30キロぐらいまではずっと3分55から4分ペースで。で、30キロ以降に一つ大きい坂道があるんですけども、そこのあたりからちょっとずつペースを落として、35キロ以降4分1秒2秒になってしまったんですけども、まあそこまで落とすことなく、イーブンと言っていいんじゃないでしょうか。そして売り切れることなくフィニッシュという形ですね。まあ一ランナーとして今回の結果を振り返ると、まさか2時間50分をですね、そこまで失速することなく走るとは思ってませんでした。ペーサーをしているとすごく周りにも気を使うし、時計を見る回数もね、いつもより多いんですよ。集中力もいるし、脳みそもすごく疲れます。終わった後は本当に頭が疲れたというか、もう何も考えられないっていうぐらいの疲労感だったんですね。まあそんな中でペースを落とすことなく完走できたのはものすごく安心感がありましたし、あ、また新たなフェーズに入ったなという、まあそんな感じでしたね。自己ベストを出すよりもまた違う形で嬉しさを感じました。やっぱり僕はトレーナーとしてね、皆さんにアドバイスをする立場なので、自分が走るのももちろん大事なんですけども、皆さんのアシストもそれと同じかそれ以上に大事です。こういった面でアシストができるっていうね、自信にもなりましたので、本当にそういった意味では自信がついた大会だったなと思っております。ただペーサーとしてはやっぱり僕もあまり余裕がなかったっていうのと、周りへの気配りですね、あまりできなかったなっていうのは少し反省点です。もう少し周りのみんなに声をかければよかったし、もっともっと状況把握が必要だなという場面たくさんありましたので、もうちょっと周りを見る力ですね、視野を広げていきたいと思いましたね。前助なんですけれども、まあ残念ながら2時間50分11秒だったので、まあもうサブ映画は1回達成してるんですけども、ちょっと今回ねレースのタイミングがすごく悪くて、フルマラソンになかなかベストコンディションで挑めないっていう状況にあったので、今回もね別隊から3週間、そして別隊の前はもうずっと怪我して走れない状態だったので、まあそれでも今回セカンドベストまでね戻してきてたので、まあね前田君的には良かったかなと思うんですけれども、まあ僕としてはやっぱり一緒にねサブ映画して導きたかったなっていうところがあります。ごめんねっていうところですね。まあ、彼もねこの大阪マラソンでフルマラソンは今シーズン終わりなので、来シーズンはねもっと飛躍してくるんじゃないかなと思っております。今回ね細かい振り返り動画は多分作らないと思うので、簡単に別大からの3週間の過ごし方をお話ししておくと、まあ基本疲労抜きに徹底しましたね。別大が終わって1週間はほぼほぼ走らずで、軽くジョギングぐらいです。高強度の練習もしてません。そして1週間経ったあたりから少しずつジョギングの強度を上げていって、高強度も入れていく。終わって1週間目は疲労を抜く。そして2週目は本気で練習をする。そして3週目にまた疲労回復をしていくっていう形ですね。かなり短い期間でアップダウンの波を作ったというイメージです。じゃあ何を優先したかというと、やっぱり疲労抜き。
ちゃんと疲労を抜けば2時間43分を出せる体ではあるって分かってたので、そしてこっからの3週間で、ね、自分の能力を伸ばすことは絶対に不可能です。じゃあどうするか、疲労を抜いて自分の状態を良くしていくっていうことに焦点を絞りました。まあ、その結果大阪マラソンすごくいい形で挑みました。連戦ですね、僕はあまりやりませんしおすすめもしないんですけれども、1週間ごとにレースがあるであったりとか、レースが続くよっていう方はまずは疲れ、疲労をしっかり抜いてくださいね。焦って練習しても絶対に体が疲れてしまっていい結果は出ないです。まあ、ベストではないんですけれども、しっかり納得がいく走りができたのは疲労がちゃんと抜けたからかなと思っております。あと今回大阪マラソン本当に気候がタフでしたので、僕の対策なんですけれども、レース前の段ですね、アームウォーマーを多めにしたりとか、ネックウォーマーをやったり、レース前に体を冷やさないようにしました。あとカーボローディングもかなり多めに取りました。そして自分のレースの経験上、僕雨のレースの経験が多いんですけれどね、実は走ってる時そこまで気にならないんですよ。これ前日のライブでもお伝えしたんですけども、走ってる時雨はあまり気にならないです。体が熱を持つので寒くはないし、サングラスとサンバイザーとか帽子をしておけば目に雨はかからないので、そこまで雨を感じることもないんですね。むしろ少し雨が降ってる方が呼吸器が楽です。雨という先入観にとらわれて苦手意識を持ってしまうと良くないんですけども、雨はそんなに悪くないということをね、分かっていれば実はそこまで気にならないんですよ。ただ雨のレースはね、失速しだすと一気に体が冷えてしまいます。オーバーペースにならないのが大事ですね。まあこっからのレース雨がどうなるかわからないですけども、もし雨が降ることがあればよかったら参考にしてください。カーボローニングを多めにする、そして走る前の準備をしっかりする、走る直前ですね。あとはレースが雨だからといってビビらない。水たまりもね、大きな水たまりは避けた方がいいかもしれませんけれども、小さな水たまりはフォームが変わってしまったりとか、あとはねリズムが変わってしまったりするので、そこまで避けなくていいんじゃないかなと思います。マンホールとか滑るところ、そこは避けてください。まあ、レースの振り返りこんなところですね。あと皆さんにちょっと本当に謝っておかないといけないことがあって、さっきも言ったんですけども、今回かなり集中しました。おそらく自分のレース史上一番集中したんじゃないかなと思います。ペーサーをするってなったので、自分のタイムじゃなくて他の人のタイムにもかかってくるので、すごく集中したので、おそらく応援にほぼほぼ答えられませんでした。無視をしてしまったりとか、あとはね軽く手を挙げて終わりっていうのもあったんですね。ちょっと塩対応になってしまってましたし、あと僕ね寒いのが本当に苦手なんですよ。レース前とかレース後に声かけてくださったんですけども、ちょっとね多分対応悪かったと思います。本当にごめんなさい。ただ声かけていただいて本当に嬉しかったですし、あとは応援も全部聞こえてました。この場でお礼をしてください。本当にありがとうございます。笑い話なんですけども、レース前のトイレでジェルを2個流したんですよ。もうびっくりしまって、あっけに取られましたね。なんかショックとか焦りっていうよりも、ものすごい勢いでトイレに流れていったんですよ。ジェルが2つね、4つ持ってたジェルのうち2つ流れていったので、まあびっくりしましたね。まあインスタグラムとかでたまに見かけるんですよ。ジェル流しちゃった、トイレ流しちゃったとか。あと走る鍼灸師ヒノックスもね、ジェル流したことあるらしいんですけども、そんなこと本当にあるのかなと思ったね。ありましたよ、びっくりした。だからジェル2つでね挑んだんですけれども、まあ別府大分毎日マラソンでね、ジェル2つで完走できていたので、そこまで不安感はなかったです。あとはそんなに楽なペースじゃないとはいえ、自分のベストから7分落とすタイムなので、気持ち的にも少しだけ余裕があったので、ジェル2つでも難なくいけました。そして足つりもなかったです。今シーズンで足つりかなり克服できたんじゃないかなと思います。それはやっぱり長い時間かけて筋持久力の改善をしてきたのが大きいですね。あとはウェイトトレーニングで左右差を整えたので、それも大きいかなと思っています。またこの辺りね、動画でまとめていきたいと思います。まあでもジェルが流れたのはほんまに焦りました。チームメンバーにめっちゃ笑われましたよ。あとは最後にですね、本当にたくさんの方に応援していただきました。チームメンバーはね、走らないチームメンバーがもう各所に散らばってですね、本当に寒くて5度とかの中で雨も降ってるのに声からして応援してくれたりとか、あとは僕もツタもね、走らないけど応援してくれたりとか、一箇所だけじゃなくて各地に散らばってですね、そして一人は何回も移動したりとか、ランナーよりもね寒さを感じたと思いますので、本当に応援には感謝してます。ありがとうございました。もちろんね、チームメンバーだけじゃなくて、お友達やねサールスチームの皆さんとか、名古屋ウィメンズのランニングコーチの仕事もさせていただいてるんですけども、そのメンバーの方からも応援いただいたりとか、本当にたくさん応援いただきました。やっぱりね、地元大阪走ってて楽しいなと思いましたね。やっぱりレース間隔短いので、ね、どうしようかなと思ったんですけど、走ってよかったなと本当に思っています。そして実はなんとね、うちのね母ちゃんが、お母さんが応援に来てくれたんですよ。まあ前日にですね、アツシ今回走るんだよねって来て、走るよって言ったら、なんか40キロ地に行くかもみたいなね、そんなことを言ってたんですよ。まあでも雨だし、何回も応援行こうと思ったけどやめとくねっていうね、そういうラインはあったので、まあ今回もどうせ来ないだろうなと思ってましたし、何よりやっぱ寒いし雨だったので、ちょっと体調崩すリスクとかもあったので、もうやめといたらって言ったんですね。まあ無理はしないから大丈夫、多分まあ行くか分かんないしみたいなね、そんな意見もあったので、まあしかもね、どうせ応援来ても分かんないだろうなと思ったんですよ。そしたらね、40キロ地点にね、アツシって言われて、呼ばれてパッて見たら、おかんがいたんですよ。マジでびっくりしました。素でうわーって言ってしまって、まあ、反応できたし、見つけられてよかったなと思ってます。やっぱり嬉しかったですね、シンプルに。まあ、僕がね走ってるのも知ってますし、 YouTube をしてるのも知ってますし、まあ、頑張ってるんだねって言ってくれますし、応援してくれてるなって分かってたんですけれども、まあ、実際ね自分の母ちゃんがね応援に来てくれるっていうのは本当に嬉しかったですね。うまく言えないんですけれどもね、すごく嬉しかったです。元気泣きそう、なんか、元気な姿というかね、一生懸命
成長したよっていう姿をね見せられてよかったなと思いました。はい、今以上が大阪マラソンの振り返りとさせていただきたいと思います。今シーズンの僕のメインレースはこれで終了です。またシーズンの振り返りの動画を上げるかもしれないし上げないかもしれません。まあそこはね期待せずに待っていただければと思います。需要があれば上げます。もし見たいよっていう方はコメントとかにね教えていただけると嬉しいです。まあ簡単に総括するとすごいいろんな自己ベストが出たので自分的には満足なシーズンです。あとはこの自己ベストが出た要因をしっかり分析してそれを皆さんに落とし込んでそして皆さんの記録を高めていくっていうのが僕のここからの仕事です。ただ昨年苦しいシーズンでしたが今回ね自己ベストを出せたのはチームメンバーのみんなそして皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。まだまだメインレース残ってる方多いですね。そして今週は東京マラソン、来週は船越ウィメンズマラソンですね。船越ウィメンズマラソンは応援に行きますので現地で皆さんに熱い激をお送りしますので楽しみにしてくださいね。皆さんいいですか。次のレースの主役はあなたです。頑張ってください。また次の動画でお会いしましょう。頑張ってね。